Marisa and Remu presents. そろそろ日本の世界遺産も残すところ3つになったわね。今日は残りのどれを解説するのかしら？そうだなぁ、前回は自然遺産だったから今度は文化遺産にしようか。それとも日本では数少ない自然遺産にして比較できるようにするか。正直なところいつも迷っているんだ。ちなみに自然遺産は全部紹介したわよ。それで、どれを解説するか決めたの？あ、そうだった。決めたというか、思いついたことがある。まだ日本の世界遺産を全部解説してないのに次の企画でも思いついたの？この世界遺産の解説動画。どうしたのよ？いや、実は解説動画って見ると10から20分程度にまとめられているだろ。それは解説動画だから当たり前じゃない。その当たり前はどうやって作られているか気にならないか？そうね、私たちはなんだかんだで1年以上も動画作っているわね。その割には、それ以上は言うなよ。あらやだ。そこで動画制作について話してみたいと思う。私たちの動画は、タイトル、茶番、概要、世界遺産の構成要素、世界遺産登録までの経緯、登録基準の各章で基本的には構成されている。解説する世界遺産によって、動画の構成は変化し、その流れも前後する。と入ってもその構成になったのは最近のことよね。まあ、第1回からその後の数回までは、動画の作り方とかもわからなかったんだ。使用するツールについても全くの知識がなく、調べながら構成を作り、調整するといったことをしていた。最近と全く変わってないわね。あはは。動画を作るには、私たちの話す内容を決めるのよね。はじめに、当たり前だけど解説する世界遺産を決めるんだ。その後は、解説する世界遺産について調べる。いつもいろいろなサイトを見ているわね。まずは公式サイトに行き、公開されている資料を読む。公式サイトの資料でも十分わかりやすいんだが、より踏み込んだ内容にしたいため、参考文献や個人サイトなども読ませていただく。世界遺産の場所と日程、時間、経費などの条件が揃った場合は、訪問し、情報を収集してくる。この時に動画、写真を撮影し、旅行の記録として残したものを素材として使用する。あら、全然行けてないのにそんなことよく言えるわね。残念なことになかなか行けない状況だから、基本的にはサイトからの引用になってしまうんだ。解説済みの場所を後から訪問して、写真や動画を撮ってはいる。ちょっと苦しい言い訳ね。で、それをどうするの？初期の動画は作り直そうと考えているから、動画を作り直す時に用いる予定だ。最近だと写真、動画、サイトの文言、文章には知的財産所有権に関して明記されていることもあるわよね。知的財産所有権についてはかなり気を使っている。最近はほとんどのサイトには知的財産所有権について記載されているから、しっかり読むようにしている。そして、使用するときには、引用先を動画内や動画の詳細に記載するようにしているんだ。初期作はできていない部分があるので、お詫び申し上げます。次は、調べた内容をもとに、セリフを考えるのよね。セリフは、特に大変なんだ。話の流れ、起承転結を考えるのにいつも時間がかかる。動画の始まりの茶番ではできるだけ時事ネタを取り入れることにしている。そこから徐々に本題に入れるようにするんだ。ただ、この茶番が長すぎると動画を見てもらえなくなる。茶番の時間調整は、正直なところ難しい。茶番なんてさっさと終わらせてしまえばいいじゃないの。茶番には解説する世界遺産とは別に伝えたいことがあるんだ。経験や考え、意見など、短いセリフで伝えるのは本当に難しいんだ。てっきり世の中への不満しか言ってないと思っていたわ。そして、解説内容については構成に沿ってセリフを作成する。解説した内容が事実なのか、推測なのか、わからないことなのか、この辺について注意している。解説なのに嘘を言っていたらどっかのチェーン店の広告みたいだものね。そうはなりたくないから、
資料に沿ったことをセリフにするんだ。資料についても、できるだけ最新の情報を選ぶようにしている。とは言っても、最新の資料であっても古いデータを引用していることもあり、その場合は引用先の情報となる。調査や研究が盛んでない場合は仕方がないわね。税金の使われ方をもっと改善できたら情報も最新になるかもしれないけど、優先すべきは経済や生活だと思う。そうなると避ける予算は少ないのかもしれない。世界遺産に関する経費の申請や実行内容を調べてみると面白いのかもね。セリフができたら今度は読み上げの吹き込みをする。YMM がバージョン4になってからは、台本の読み込みができるようになったため、すぐにタイムラインに入力できるんだ。タイムラインって何かしら？時々耳みたいに時間を操っていくのかしら？時間を操るという意味ではその通りで、セリフや画像、動画、音楽の時間を停止させたり行動を遅らせたり繰り返したりなんだ。まんま時の君だね。もしくはセーラープルートかしらね。次は、読み上げの文言を確認するんだ。正直なところ、文言の確認はかなりしんどい。一つ一つセリフを読み上げさせ、正しい読み方になっているか確認する。読み方の確認と合わせて、振り仮名によって重複した読み上げを削除する。単位などの読みを正しい読みに直す。一つや24時間、一組、一兵、一などね。このままだと何を言っているかわからないので直してみる。一つや24時間、1km、1ヘクタール、1%などね。遊ばないでよ。すまんすまん。単位は特に大変で、読み上げが長くなり、セリフを前後させたりする必要が出てくるんだ。動画のセリフが多い場合は全体を調整するため、作業量が少し増える。レイヤーを多く使う方法だともっと大変になるだろう。うぷ主はできるだけ簡素にしたい性格のせいか、セリフを詰めて作成しているんだ。セリフの読み上げなんて最後にやればいいじゃないの？修正が必要でも、早く動画の状態で見たいわ。気持ちはわかるんだが、それをやると悲惨な目に遭う。読み上げを最初に確認することで、その後の動画、写真、音楽、見出し等の位置合わせが簡単になる。動画、写真、見出し等の位置はセリフに合わせて決めている。どのセリフで、どのタイミングで、どんな組み合わせでと考えている。すべてセリフが基準になっているため、その基準がずれると動画、写真、見出し等の位置をすべて修正する必要があるんだ。後からセリフの修正が入ると大変なことになりそうね。うぷ主は動画作成に慣れていないから特に辛くなるかも。時間を費やしてセリフの修正を行ったにもかかわらず、最後の最後で修正があった場合はいつもへこんでいる。セリフの修正に合わせてやっていることもあるからできるだけセリフは完成度の高い状態にしたい。最近は時間がなくて手を抜いているけどな。だから私たちはいつも同じ表情なのね。最近では表情も登録することができるようになって使いやすさが向上している。YMM 開発者様には本当に感謝しております。とは言っても、やっぱり表情の決定も難しい。うぷ主は作業的なことは何回か繰り返してどうにか習得はできるというんだ。だけど国語が大っ嫌いなせいか、セリフと話の流れから、どんな表情にして良いかいつも悩んでいる。動画は面白く、見て良かったと思えるようにしたい。そんな気持ちはあるらしい。一方で動画の公開を待っている人に少しでも早く届けたい。で、本音は？正直細かい作業なので省いて楽したい。行動と言動の不一致ですよね。セリフの修正が終わり、手直しはなさそうって感じたら、仮エンコードをする。エンコードって何よ？エンコードは、データをある一定の規則に従って、別の形式のデータに変換することなんだ。タイムラインのセリフを動画にして、正しく読み上げができているか確認する。そしてこの時に動画の長さも合わせて確認する。動画が完成してからでいいじゃない。実際に動画にしてセリフを聞いてみると、思っていた流れと違ったり、聞き取りにくかったり、追加の修正を見つけることができる。完成動画で確認してもいいんだが、一度どんなものか見てみたいという興味もあるんだ。ここで確認することで、少し進んだという安心感も得られて、心の安定にもつながる。作業を省いたりしているのに、心の安定って、やっぱり公開するってことに対しては緊張もするし、
責任を感じることもあるからな。どこかしら一息つきたいのは本音なんだぜ。心の安定を得た後は、タイムラインに戻り、動画、写真、音楽、見出し等を入れていく。引用しても良いものか確認し、必要であれば問い合わせを行う。最近の資料では得られず、更新が止まったブログで得られた写真にも同じことをしている。知的財産所有権については慎重になっているんだ。至らない点があり、指摘されたらできるだけ早く対応することも考えている。私たちに対しても同様の考えだそうよ。私たちはあくまでも二次創作だからね。背景に使用する動画は、開始位置や繰り返し設定、場合によっては追加工をしている。両つべで動画を見てたりすると、同じフリー動画を使っている人がいて、やることは同じだなって思うことがあるんだ。動画を撮影できない人は、フリー動画を使うのは当然でしょ。うつ主も同じなんだからね。まあそうなんだが、ということはなかなかその場所に行けないってことだよな。写真も同様だな。フリーだとしても、引用先は載せるようにしているんだ。他人の危険を勝手に使用し、あたかも自分がやったように見せるわけにはいかないからな。大変失礼に当たるわよね。私たちの動画を通じて引用させていただいた動画、写真、音楽のサイトへのアクセス数が増えると嬉しい。音楽はセリフよりも主張せず、音楽がはっきりと聞こえる音量に調整しているんだ。これがなかなか難しいのよね。うつ主は PC の音量を適当に変えてしまうからな。いつも音量を一定にして聞けばいいのに。いやほら、音量を一定にできない理由を想像するんだ。ここまでできると、動画はほぼ完成だ。細かいことはだいぶ省いているけどね。続いて、資料の引用先をまとめる。動画に用いた動画、写真、音楽について、引用先のサイト名と URL をまとめる。直近の作成動画では、動画中に引用先を記載するようにもしている。この辺も緊張する。引用先が正しいか、一対一対応になっているかといったところ。引用先が動画内で目立ちすぎず、とはいえはっきりとわかるように。お借りしているものなので、敬意を持って使わせていただきたいからね。動画中のセリフや画像等の数によって、エンコードにかかる時間が変化するんだ。私たちの解説動画では、エンコードに約30から40分かかることが多いわね。エンコード時間が、1時間以上かかった動画もあるわ。エンコードの時間は PC のスペックが良いと短縮される。うつ主の PC は、仕方ないわ。最後に、サムネイル画像とキャッチコピーの作成だ。苦手なやつよね。昔から要約とかが苦手なんだよな。動画の内容を友達に話して、その会話の中で決めている。友達が世界遺産好きでよかったね。趣味の動画に付き合ってくれて、本当に感謝している。そして自分のチャンネルに作成した動画をアップロードする。アップロード後は、カテゴリー、詳細、データカードなどを決定するんだ。両つべのアップロード等のスクリーンショットを載せるのは避けておくわ。ここは規模小さいチャンネルだけど、何が起こるかわからないからな。そして無事にアップロードが終わり、著作権に関するチェックを通過した後に動画が公開される。世界遺産に関する動画をアップして満足しているので、アクセス解析等は気にしていないから、アクセス対策とかはしていないわ。というかよくわかってない部分が多いんだけどな。で、なんで動画作っているのよ。動画を作成するのは、動画作成の過程で資料を調査する必要があり、その調査で新しいことを知れるのが面白いからなんだ。私たちの場合は、約20分の動画を1本作るのに、3から4週間かかっているわ。仕事と生活の合間の時間を使っているから仕方がないんだ。新しいことに挑戦でき、それを発信できること。そして同じカテゴリーに興味を持っている人と関われることが楽しくて続けているんだ。簡単にまとめたけど、こんな感じで動画を作成しているのよね。私たちの動画を見ていただき、いつも感謝しております。これからも世界遺産の動画制作を行っていきます。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。